と言うかなって聞いたんですけど、はい、あの美人のお姉様方は綺麗に映してよ、はい、何がジャムの、あ、このモニターがジャムなんですか。そうですね、うん、この手前のこれがもっと 上から映せる、あれか、あ、そっか、うん、見てる人は鏡越しになってるんで、実際これは逆になってる。あ、そうですよね。もうちょっと下重ねた方がいい。ないもん、今ちょっと重ねました、高すぎた。はい、皆さんこんばんちは、ブッシュランドのお時間ですよ。この番組ブッシュランドは何もない土地を開拓し、漢字が想像する力と新しい世界を築き上げていこうという番組でございますよ。前半のコーナー、チラワノコ部屋ではいろいろなジャンルの音楽をお届けして、後半のコーナーではゲストの方をお迎えして楽しいトークやお得な情報をお届けします。皆様19時までの1時間どうぞお楽しみくださいませ。この番組の提供は元気な子豚を育てる赤峰ファーム、ババーン、あれちょっと歪んでるな、親切で親しみやすい相談者の味方、遠山孝義に整理事務所の提供でお送りします。はい、こんなもんです。一応 CM とかもあるんですけど、ユースとツイキャスではダダ流しにしてますからね。そっかそっか、うん。責任ある発言をしてください。これを知らないよ、もう自己責任。自己責任です。よろしくお願いいたします。5時59分、うん、何をしてるよ。なんかここの音聞こえます。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫です。片方、片方なんですか。あと10秒。ずーっとこれもう一回マイク上げますね。あの振るからさ。あ、はい、マイク上げます。
はい、改めまして、こんばんちゃ、ブッシュランドのお時間ですよ。この時間のお相手は平安さんがお届けしますよ。で、一応ね、こっちにね、かっこゲスト紹介っていう風に原稿に書いてあるから、ゲストの方を紹介します。この方ですよ、はい、どうぞ。大きい声で言うと今日ははい、また2度目になるんですけれども、はいはい、出させていただきます。宇宙の庭と言います。宇宙の庭さんです。はい、タじゃない、タはつかない、はい、宇宙の庭です。宇宙の庭さんと、はい、今日初めて出演させていただきます、みなです。よろしくお願いします。みなさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みなさん、さ、この宇宙の庭さんが、はい、フェイスブックメッセで、はい、何名で来るのって僕送ってたわけね。はい、で、皆さんと来るよって言うからたくさんと来るかなと思ってで、初めね、ちょっと考え込んでしまいました、はい、すいません。感じで行きましょう的なごめんなさい。よくありますね。皆さんと2人で来るよって言うから、あれどういう意味かなと思ってたわけ。確かに、そうですかに、点、まあ、点打っても同じか、まあいいか、はい、ということです。そかそか、ブッシュランド、あ、ちょっとね、これ言っていい、はい、番組では、うん、メッセージをお待ちしております、うん、メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そして FM コザではユーストリームツイキャスの配信も行ってますよ。これはね、うん、検索して勝手に探してください。そうか、ホームページにあるはず。まあいいや、これでぐらいで。でね、大丈夫大丈夫です、大丈夫です、聞いてますよ。あ、聞いてる、はい、はい、聞いてます。前半ちょっとさっきオープニングでも言ったけど、チラオの小部屋っていう収録が流れますので、後半でね、ユンタクしていこうかなと思ってますよ。はい、ね、はい、何話すか考えといてよ、はい、俺何も考えてないけどさということで、それでは前半のコーナー、チラオの小部屋をお届けいたしましょう。作曲家の赤嶺康さん、平井真さんの広い知識と深い欲望で幅広い世界をお届けするチラオの小部屋をお聞きくださいまし。チラオの小部屋って何ですか。ちょっと待って、ね、つまみを間違ってしまった。つまみを間違った。はい、ということで、はい、ということで、なんかね、今日ちょっとね、20分ぐらいあるんで、半ぐらい、半ぐらい、半ぐらいね、6ぐらいからユンタクをしていきましょうね。で、何する？何しましょうか。あ、どうもどうも。あ、ツイキャスコメントがなんか来てるです。さ、無視してた。ごめんね。なんかいろいろ来てますね。な、はい。両アスカパパさん、こんばんはってよ。あ、じゃあもう誰か呼んで。見える？見えます。見えます？両アスカパパさん。はい。こんばんは。仕事お疲れ様です。あ、お疲れです。お疲れです。定期。皆さん、温かいコメントよろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。すごいなぁ。もう、ツイキャスの皆さんが説明してくれてるね。コメントしてねって説明してくれてるから嬉しいな。もう、もし、確定申告してください。どうも、本業。昨日、ああ、そうそうそう。そうでしたね。中野町の和樹さん、ブッシュランドの時間か。1週間早いな。だからよ、1週間早いです、うん、ブッシュランドですか。あ、ブッシュランド、プッシュじゃなくて、んプッシュ、ブッシュブッシュランドが、そうです、点々丸じゃん、点々点々ブッシュランド、ブッシュランド、ブッシュランド、なんでですか。
なんでネーミングはどっから来たんですか。教えない教えません。ブッシュランドっていう検索したら出てくるんじゃない。出てきますかね。わかんない。ブッシュランド挨拶だけでごめんね、おつです、ありがとうございます。昨日ちゃんおかさんいるでしょ、このまもるくんのロゴの、まもるくんですね、うん、ちゃんおか宇宙のみおさん、みなさん、そうよ、みなさんってこうやってカタカナで書いてくれたらわかるわ。あ、そっ、今度じゃ漢字で書きます。あ、すごいちゃんと。昨日ちょっとね、別の番組で番組そ置いといて、うん、ツイキャスコメントで僕とちゃんおかさんとで絡んでこうやり取りしてたわけ。ちょっとね、やってましたね。どうもありがとうございます。ちゃんおかつぼさん、つぼさんさん、そう、昨日不動産愉快な不動産屋さんっていう番組があって、へー、ラジオでですか。そうそうそう、知り合い友達なんだけど、その番組にも僕ゲストに出たことあるんだけど、もうその番組の人、俺をゲストに呼ばないから俺が押しかけてから出たっていう。まあまあ、その中でもね、不動産とかがあるから税務申告みたいなのもちょっとに近い立ち位置になってさ、そしたら申告の時には平安さんを呼ばんとみたいなね、ちゃんお子さんがコメントしてたから、俺は、あ、呼んだかってコメントしたから、呼ばれたよって言ってから、まあ、あ、どうも、平安さんのためなんだって、すごい、ありがとうございます。はい、ということで、ほら、皆さん、ツイキャスのご覧の皆さん、はい、に対して、はい、自己紹介してください。いきなりっすか。はい、してください。結構無茶ぶりですね今の。あ、でも、あ、私は前回出てるんで、うん、あの、まあ、なんとなくちょっと、まあ、まあ聞いてない方も言ったもんですけど、ちょっとじゃあ皆さんが結構いろんなことをやってらっしゃる、活動してる方なので、うん、ぜひあの私個人的な思いなんですけど、うん、自己紹介してもらいたいななんて思います。 ありがとうございますお願いします。はい、ミナさんです。あ、はい、ミナです。一応ミナなんですけど、アルファベットの大文字で MINA でミナっていう名前でやってるんですけども、あのヒーリングをやっています。お家でヒーリングサロンをしています。ヒーリングサロン、はい、ね、自宅サロン、そうですね、自宅サロンで、はい、このヒーリングってさ、うん、何？ヒーリングは、あの、占いとまたちょっと違うんですよね、うん、占いではなくて、こうその方が、うん、あの本来こう生きやすくするために生きやすく、生きやすく、はいはい、生きやすく、漢字の生きるですよ。あの、はい、生きるですね。生きるね。はい、はい、こうそうですね、生きて生きやすくするためにこう導くというか、癒しですね。癒し、はい、はいはい、ことありますよね。そうですね。今となっては、うん、ヒーリングだから、うん、なんか、ヒーリングとかなんか治療するという、治療というまたちょっと違う意味で使うのがヒーリング。ヒーリングってなんか、うん、直訳したらなんて言うんだろう。あ、多分癒しなんですね。癒しヒール、癒すっていう意味なんだ。あ、そうなの。違ってたらすいません。ほら、こういう時には誰かがツイキャスで調べて解説してくれる。あら、説明ありがとうございました。平成のネーネーズ。あ、ネーネーズ。ネーネーズ。ネーネーズわかりますよ。ネーネーズ。うん、あのもう何代も、ね。そう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 。日本の方ですね。嬉しいですね。ね、多分もしかしてどこかで。魂的に兄弟とかやったかもしれない。そうですね、うん、よく二人するもんですか。あの、何かあった時は、うん、久高で一緒になったとか、うん、久高別々に、あ、一緒にやる、別じゃないですね。久高島で合流するとか、合流で、あ、まあ、ある意味そうですね。あ、久高島で来たのあなたもそうか、そうか、イベントで一緒になったりとか、うん、そうなんですよ、
ゃあ皆さんは、はい、みなす、なんて言ったらいいの、みなさんは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 、はい、は、そういう活動をされてますか、うん、ね、ひ、あの自宅サロンで、そうですね、はい、あのヒーリングをやってますと、はい、そうです、はい、今日のみなさんは何をしてるの、ですね、あ、簡単に言うとですね、あの、まあ、結婚式で歌ったり、うん、あの飲み屋で歌ったり、うん、聖地で歌ったり、まあ、基本あのなんか 歌ですね、はい、歌っ子って言ってます自分では、歌手っていうのもなんかちょっと偉そうな気もするんで、はい、あ、そうですね、歌うの、歌う感じですね、はい、歌っ子、はい、歌っ子です。どういう歌を歌うんですか。ですね、アニソンとか結構何でもアニソンも歌いますよ。本当、あのラムちゃんも歌う。ラムちゃんはそうして最近なんかよく聞きますね、身の回りで。なんでですか、ね、ラムちゃん、ラムちゃん、あ、なんでですか。あれ俺の私物。え私物を置いて書いてもらったんですか、本人に。いや、あれはあのちゃんと市販で量産されているやつ。あ、うん、好きですか、ラムちゃん、うん、ラムちゃん、ちゃん、俺の娘ラムちゃんって言うから。え、本当に、うん、平安ラムって言うから。嘘、え、漢字ありますか。漢字はつけたよ。な、どんな感じですか。ね、無は夢だけど、おお、夢ですかね。ね、夢、ラはあれ硬いよ、ラ小門のラで、おお、ラがないわけさ、すごい。で、何ラって言ったら、あの、ラ族のラやってもなとか思ってさ、裸の夢、うん、ちょっとなと思って。おー、ラムちゃん、すごい、可愛いですね、皆さん、皆さん、皆さん、ラムちゃん、いつかゲストに呼んで、あ、そうだね、ガンラム、みんな、チャイだな。あ、ちゃんと MINA で書いてくれてる、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、じゃあ皆さん、皆さん、ね、あ、そう、そうなのね。じゃあ、ヒーリングっていうと、はい、こう、どうだ、あ、パワーが出ますせみたいな。あ、そういうのもありますけど、うん、いろいろ、なんか名前言った方がいいんですかね、うん、かの名前、うん、あ、そうですね、そういうエネルギーを送るようなものとか、うん、霊気とか、あ、はい、霊気と、はい、霊気と、あとスイタヒーリング、はい、あとレブリアンヒーリング、レブリアンヒーリング、あとはアチューメントとかもやってます。アチューメント、アチューメント、はいはい、なんかもうカタカナばっかり。カタカナばっかり。いや、わかるけど、わかるけど、あの、知ってはいるか、名前はね、フレーズはいいって知ってはいるけど、あの、違いは何かってわからんよ。わかって、わかっておいないの。わかっておいないの、わかってはいないけど。で、そういうヒーリングも、あの、受けたことはあるのですか、宇宙の皆さん。あ、あります、うん、ありますね、なんか、うん、そう、でも私はどっちかというと、うん、自然と縁があるので、うん、なんていうの、そのエネルギーっていうのを全く縁なかったんですよね、26歳までは、うん、なんですけど、自然、沖縄の自然の中でわーって遊んでるうちに、うん、あれ、なんかここ違うとか、うん、なんかその感覚が研ぎ澄まされてったのか、そういうのが、あ、ここのエネルギーなんか、うん、うん、みたいな、で、こっちは、ああ、みたいなことやってるうちに、はいはい、その人からいただけるエネルギーみたいのも感じれる、まあ、感じない時もあるんですけど、うん、私はでも感じれたりするようになってきて、あ、こういうのあるんだな、みたいなのが分かってきたタイプなんで、まあ、どっちかといえば、してね、そうですね、自然から受けるエネルギーとかを感じやすいかもしれないです、うん、人も、じゃあ悪いのが受けやすいかもしれないね。え、悪いのが受けやすいかもしれないね。そんな言わないでください。そんな言わないで、悪いエネルギーも受けやすい、いや、大丈夫です、大丈夫です、言い切るみたいな。でもそういうふうに、ヒーリング、ね、されると、で、あ、ヒーリングする側、うん、される側がありますか。で、皆さんは、皆さん、皆さん、はい、皆さんは、はい、その、きっかけは何だったんですか。きっかけは、もともと、うん、
あの困ったら相談に行く占いの先生みたいな方がいて、でそこに行ってたら、あのそこのお店であのヒーラー養成講座をやるっていうことになって、それで、うん、そうですね、最初私は全然それ受けるつもりなかったんですけど、すごくその先生から誘われて、でそんな言うんだったら自分の人生が良くなるんだったら受けようかなと思って、で受けたらなんかそれで第一段階覚醒したんです。面白かったそんな話が、それがきっかけでしたね。もう6年ぐらい経ちますけど、でそれからだんだんいろんなことをやりだして、ね、あの今さっき、レイキもあってとか、なんかいろんな、なんか何か手法って言えばいいのかな、そうですね、それがいろいろあるじゃない、はいはい、で、まあ複数あるよね、はい、その中で、自分なりにしっくり、あ、でもその時と場合によるのかな、あ、使い分けっていうかさ、そうですね、クライアントさんのあの悩みに応じて変えるっていう感じですかね。なんか一遍にダーンと5つぐらい一遍にガーッてやるっていうのはやっぱり違う。何が違うか僕分からんからさ、分からんから、うん、一遍にガーンはやっぱりちょっとやるんですかね。まあそうね、一回に少しずつ、っていうふうに、皆さんも初めはされる側から今度する側みたいなね。はい、そうでした。じゃあ宇宙の庭さんはされる側からする側に行かないの？多分なんか予測なんですけど、まあ、いずれ行くとは思うんですけど、いずれ行く感じはまあありますね。はい、行くはず。行くはず。平安さんもそうですよね。サイドエフェクトがそう言ってた。サイドエフェクトしてる？最初わかんないです。サイドエフェクトじゃないですか。そばの効果、サイドエフェクトって言って、まあそばのね、別の、得意体質、得意体質、別の能力、自分がいて、自分とちょっと横にある別の能力、で、で人によれば、いろんな得意技があったりするんだけど、でこの今のサイドエフェクトがそう言ってるっていうのも未来が俺はもう見えるやつさ、もうそういう未来だねって感じ、予言されちゃう、予言されてるやん、平安さんもね、すごいチラッと噂に聞いた、あ、当たるよ俺ね、なんかね、あ、そういう呼ばれる分かる方なんですか、そう、なんかど、あれですよね、ドライブしてて、呼ばれるって言ってましたよね、この呼ばれる時あるよですよね、ねえねえ、じゃあすごい感じやすい体質なんですね、この前はさ、このもう一つユーストチャンネルでペチペチを階段っていうことがあるんだけど、はいはい、あれでも行ったけど、幽霊と喧嘩してからさどんな風にですか、もう俺飲んでるからさその時にカラオケ屋さんでよ、カラオケ屋で、カラオケ屋で飲んでる時は来やすいんですよ、あ、そうなの、はい、気をつけた方がいいですね、うん、でもこの番組はこの子たち次の番組だな、あ、そうなんだ飲んでる時、飲んでる時気やすいんですよ、疲れたりとかもしやすいんで、もっとられやすいんですか、そうですね、大丈夫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 、カラオケ屋で外からずっと見てて、しまいにはドアをすり抜けて入ってくるから、おお、見えるんですね、じゃあがっつり入ってくるから、じゃあ俺はあれだったわけ、お客さんもいたわけ、一緒ですか、一緒に僕と、まあ、3名でいたんだけど、で僕はちょっと入り口の、まあ、注文とかするか電話やるところ、入り口のところね、すぐドア横ね、そこからこうやって見てるわけ、窓、小窓がついてるでしょ、小窓から見てるんですか、そうそうそう普通の若いお兄ちゃんだったけど、あ、お兄ちゃん、あ、霊が、そうそう、見てるから、俺は通行人なのかなと思って、若いお兄ちゃんって言っても20後半ぐらいかな、そしたらこうやって手を
ね、覗くじゃない、こうやって、うん、その状態のものをすり抜けてくるわけ、こっちで。これはさ、国合いのお供って。え、坊主ですか？坊主ですか？坊主じゃない。普通のお兄ちゃん。ちょっと髪の毛が気になっちゃった。普通のお兄ちゃん。そんなパッとするお兄ちゃんではないんですよ。で、もう、なんか、だんだんムカついてきてからだ。なんで？いや、俺お客さん出るから。ああ、そんなことするなよと思って。もう、で、なんだけど、このすり抜けてくるときに、あれ、あの小窓がさ、ステンドグラスみたいになっててさ、うん、赤とか黄色とか、すり抜けてくると同時に顔にその赤黄色がプリントされるわけ。すごい。プリントされてくるから、それ、それでも俺を拭いてしまってさ、もういいよ分かったからお前こっちにとけっつから、入り口のちょっとしたスペースあるでしょ。もういいよこっちにって聞いときなさいみたいですから、横でこったんして止めてから、でカラオケわーってやって、で本人もずっと動かんけどね。あ、このまんま。このまんま。すごい。で、まあ帰りに終わったからドアをちょっとなでなでしたら消えていくって。その礼をなでなで。ドアをな。ドアをなでなで。壁をスッスッスッと消えよったけど、でそのカラオケはしばらく経ってまた行ったわけ。全部ドアが内装変わってた。あー、すごい。変わってたです。じゃあなんかやっぱりいたのかな。うん、他のなんか、ね、あったのかもしれないですね。他のお客さんが。というあのひとときの夏の涼しい話でした。面白い。面白い。もうがっつり見えるんですね、視覚で。いきなり。いや、あまりこれ見えない。突然なんかの拍子にそんなにパッて見えるの。たまに。たまに。どっちかって言ったら、幽霊とかよりも風景とかさ。風景。昔の石垣とか、ね。すごい。それすごい。それすごい。面白そう。そういうのかな。昔の町ヨーロッパとか行ったらなんか、ヨーロッパのなんか城とか、山の中とか、まあ、サポートしてるけど、昔の集落とか、ね、あ、それすごい。ああいうイメージよ、イメージ。いや、面白いですね。石垣とかね。で知らないけど、で後からちょっと、あのそばに行ったなんか建て看板があって、ここはもともとお城跡でした、なんちゃら簡単に、なんか解説が書いてあったんですよ。ああ、なるほどね、みたいな。あのいちいち見なさい。いや、私見ます。はい。でも、まあ、住んでる方は見ないですよね、もう長く昔から、ね。住んでないけど、あ、住んでない。全然知らんところよ。あ、知らないところ？行ったこともないところよ。あ、沖縄じゃなくてですか？うん、沖縄で行ったこともない、初めて通る道とかね。そういうのも。どっちかというとそういうイメージ系かな。ああ、面白い。幽霊はもういい。幽霊出てきた喧嘩してる。いますね。喧嘩できるんだ。喧嘩っていうか、あの、言い聞かせて。言い聞かせる。ちゃんと通じるんですね、やっぱりね。言い聞かせて、どっかの分からんけど。黙って叫んでるんですよね、こうやって。そうそうそう。いいのよ、つって。で、必ず飲んでるとき、ああやっぱりね、やっぱり飲んでるとき、ね、で周りはもう酔っ払いって言われる。たまに、たまにですよ。スイキャスパチパチする。もっと怖い話をしてください、ね。お、あ、出ましたリクエスト。いやいや、僕はないです。メールだって怖い話ですか。それはね、あの近所を保つっていう人がいてね。うん、あ、近所さん。あ、はい。いてね。うん、今度琉球スピリチュアルでやるからね。あ、そっか。罠だ。その時のネタとして撮っとったんですかね。うん、あ、ですよね。今日でも、俺のさっきのも言ったけどね。こちこち階段の中で言ってるけど。あ、言ってる、うん。それはこういうのを話す階段だから、段だから、話していくんだけど、まあ、事実上の飲み会だけどね。飲みながら。プチプチ会でもじゃあ来てね。行きたいですね。それは何なんですか。ペチペチョです。僕ペチョさんね。ああ、ですよね。でもう一人ペイチンっていうのがいる。
相方がペイチンっていうのがいて、まあこの2人で始めたのからペチペチョ会談。へえ。それだけ。飲み会。あの怖い話する飲み会。ただ怖い話。怖い話。本当はただの飲み会。ただの飲み会なんです。ただの飲み会。ペチペチョ会談を送ってやるのか。俺は映ってない。平安お兄様、かわいいお二人様、こんばんちは。アッキー、ありがとう。出遅れた。いえ。どうも、ありがとうございます。アッキー、どこにいるの？最近会わないね。どこにいるの、アッキー。ここら辺に、実際うろついてたりしてね。またニヤニヤしつつ。いいでしょう。一時期、男性、おじさん、男性ばっかりあるので、だからちょっとね、女子率をゲスト増やそうと思って。ああ、そうですね。ね、そういろいろね、やっぱり考えないと。やっぱりね、女性がいたら、聞く方も、おじさんの声聞くよりさ。いや、でも女性版とかはどうですかね。ああ、そうですね。男性版だったら男の人の声聞きたい。女性版？なんて。あったらなんか、わからん、逃げるかもしれないです。え、そうですか。なんか面倒くさそうでお付き合いだよ。面倒くさそう。確かにね。ツイキャスはどんくらいやってるの？大丈夫か？あ、はい、大丈夫です。一回更新したの？更新したよね。あ、したか。あ、してるね。大丈夫だね。オッケー。マイク開けますよ。はい。来るからね。はい、ブッシュランド後半戦でございます。ということで、本日のゲストはこの方々ですよ。どっちからいく？はい、じゃあ宇宙の庭とミナです。平安です。はい、ちょちょです。はい。ちょちょです。宇宙の庭さん、はい、皆さん、はい、何しに来たの？正直言うと、うん、今日なんか何にも、うん、なんかこう PR というか宣伝したいものがなくて、私個人はないね。ないんですよね。じゃあもういいか。私宣伝した。皆さんはそうですね。あ、さっきの紙見せて。なんかあったんじゃない？ああ、そうですね。こっちに入れちゃった、うん。皆さんのサロンのね、そう、あの情報というか。白尾の小部屋、電波で聞いてた方は、あ、そうです。わからないけど、全く分かんないですね。ツイッターの人はね、ちょっとユンタクそのまま、まあ、お聞き。これどんな、こうやって広げたらいいんですか？1個ください。あ、はいはい、お願いします。はい。はい、サロンを、ご紹介。なんか綺麗な。はい、ね、キュー、かわいい。あ、どうぞ。あ、はい、説明してください。
那覇市でビーナスドロップっていうヒーリングサロンをやっています。はい、なんかカフェとかいろんなところにその、ミニパンフレットとか置いているので、もし見つけたらぜひお手に取ってご覧ください。はい、サロンをされているということなんですけど、はい、もう一回改めてサロンといっても、はいはい、何するサロン？ヒーリングサロンですね。ヒーリングって何ですか？ヒーリングはそうですね、人を癒して、まあ、占いとちょっと違うんですけど、うん、その方が進みたい方向に行けるようにサポートするような感じですね、うんうん、例えば、まあ、言える範囲でいいんだけど、あ、はい、例えばどういうことがある、うんのかな。そうですね、例えば、うん、なんか人間関係がうまくいかないとか、ね、はいはいはい、そういう場合とかには、うん、そうですね、好きな人がいるけどとあんなのもあるの。あ、そういうのもありますね、旦那と別れたいけどとか、あ、ありますあります、はい世界征服したいけどとか、あ、それはないです、なんか、はい、ウルトラマンになりたいけどとか、あ、それはない、それはないねないね、このフライヤーがかわいいな、はい、ありがとうございます、うん、それその写真の、うん、その作品、はい、その写真はシュガークラフトって言って、うん、私それは自分なんですけど、それは私はい、それは私です、はい、はい、はい、いいですよ、シュガークラフト、シュガークラフトって言って前に、ね、私がシュガークラフトの先生を実はしていまして、はい、それで、うん、シュガークラフトだから何、はい、砂糖なの。あ、そうですね、お砂糖で、そういうお花とかペーパークラフトとかのあのクラフトでしょ。あ、そうですね、はい、シュガークラフト、全部これ全部そう、全部そうなんです、全部食べれる材料で作って、このタロットカードもそうなのかな。あ、タロットカードは違うみたいね違うみたいですよこのタロットカードの横にあるお花ちゃんとかね、家とかもこの お花はもね、それは本物のお花。あ、そうね、違うみたいこの、はい、シュガークラフトに乗っかってるお花はシュガークラフトね。そうです、そうです、うん、はいはい、普通のお菓子とか、うん、ケーキとかもすっごい上手なんです、うん、あ、そうですね、もうこのシュガークラフトだけじゃなくて。食べたことある？ないですなぜか写真がもうやばいんですよ、もうフルーツたっぷりのとかすごいなんか個人的な趣味だったんですけどこのマーメイドもそうなのね。あ、そうです、マーメイドもそうです。で、まあ、そうなんですよ、シュガークラフトの宣伝みたいになっちゃったんですけど、その写真がね、せっかくあるので、うん、これなんかネットとかにもあるんですか、この写真は。あ、うん、ヒーリングのそのヴィーナスドロップのホームページでも使ってます。ホームページがありますね、はいはい、で今度、そうなんですよ、7月の19日の日曜日に、うん、うちのサロンでちょっとしたミニセミナーするので、どういう内容のですか、はい、女性性アップセミナー、女子力アップ、そうです、女子力アップ、ヴィーナスエナジーセミナー、ビーナスエナジーセミナー、はい、自分ですいません、自分で言ったんでビーナスエナジー女子、あ、ビーナスエナジービューティーアップセミナーでした。ビューティーアップセミナー、はいはい、もう全部カタカナだね、はい平野さんちょっとあまり美しく女性らしくなれるようにっていうので私ビーナスってサロンにもつけてるんですけど、金星とすごい関わりが金星、はい、深いので、はい、愛と美と芸術の星なんですけど、うん、それでそのヴィーナスの愛のエネルギーを参加されてる皆さんに送って、うんうん、はい、そういうミニヒーリングもしつつ、うん、あと私が普段生活してる時にこう、まあ、自分では女性らしいとかあんま気にしてはないんですけど、うんうん、なんか周りからなんか女らしいとか言われることが多くて、へー、なのでなんかそのどうなんですか、うちの庭さんね、クロスは一生懸命垂れてるけど指なめなめクロスは食べてるけどこの人ヨナグニの、うん、何でもないです後で話します、はいはいはい、いやいや、こちらこちらこっちのことそうです、皆さんね、はい、あのえ
もういや聞いてない聞いてないからもういいや。もう聞きますよ。はい、あ、ごめんなさい。はい、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 なので女性ら、女らしい、ね、女性らしいって言われる女性、うん、なんていうのかな、こう女らしく生きる、うん、女らしくって自分では全然意識してないんですけど、うん、普段こう生活してる時に気をつけてる、なんかこうなんていうのかな、綺麗になる、綺麗になる生き方のコツみたいな、そういうのをお話ししようと思っていて、うん、はい、そのミニヒーリングとそういう綺麗になるコツのお話と、うんうん、私が使っているあのアロエベラの化粧品があるんですけど、うん、それをちょっとご紹介しようかなと思って、あら目の前になんか黙々加えたばこしながら知り合いですか、火がつかないようしてるあの日賀さんが通っていけたはい、あの人もラジオやってるからさ、あ、そうなんですね、うん、で、はい、今このフライヤー見てていろんなね、はいはい、まあちょっと気になるというか目につく、まあ確かにこのシュガークラフトの写真がいっぱい載ってるんですけど、はい、文字でねセッション、はい、プログラムスクールっていうのがあって、はいはい、先ほども週まあ、チラオの小部屋を皆さんお聞きの間ちょっとユンタクしてたんだけど、ヴィーナスエナジーヒーリング、レムリアヒーリング、ね、はいはい、アチューメントとか、はい、あとはレイキ、はい、でタロットリーディングとかいろいろありますね、うんうん、はいはい、で何だろう、僕は何がどう違うかっていう、区分けの仕方わからないんだけど、はい、まあ、なんか違うんだはずね。そうです ね違う。でその違いはって僕の認識ね、はい、いろんな手法としてこういうのがあるのかなっていう感じの捉え方でいいのかな、うん、そうですね、はい、でやっぱりこの手法はあれなんですか、うん、そのお客さんがこの手法をやってみたいに来るんですか。あ、そういう場合もあるし、うん、あとはあのサロンに来た時にお話しして、うん、で自分でどれがいいかわからないからね、俺もからんやつ。ということで、なんかあの先にあのご相談を聞いてから、うん、これがいいんじゃないですかねっていう感じでおすすめして、で決めることもよくありますね。なるほど、うん、で夢を叶える直感力波動アッププログラムとか、はい、まあ、それすごいおすすめなんですけど、ね、例えば何が、うん、まあビフォーアフターで言うと、はいはいはい、こういう人がこうなったみたいな、なんかちょっと分かりやすい例ってあるんですか。あ、その直感力波動アッププログラムは実はまだ一人も受けてくださったことがなくて、うん、まあ、サロン自体もまだオープンして半年っていうのもあるんですけど、はいはい、はい、まあ、でもそうですね、うん、ヒーリングに関してはそうですね、最近で言えばヒーリング受けてくださった方が、うん、その彼氏さんとの関係を良くしたいっていうことでいらっしゃって、うん、でうちでちょっとセッション受けてくださって、うん、そしたら10日後ぐらいにまたご予約いただいて来られたんですけど、そのどんなだったのかな、ね、すごかったみたいで、あの すごいって言われたら、ね、すごいっていうのは変なご想像しちゃダメよね。はいはい、あの連絡が変な想像しちゃダメですよ、はい、あの連絡が途切れてしまってて、うん、どうしようもなかった方、彼氏さんが突然お家に来られたっていう方もいました。すごいな、というすごいな、そういう場合もありましたし、はい、今ちゃんおかさんがツイキャスで、うん、那覇でやってますっていう、あ、ちゃんと宣伝ですかね、してくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、でこれは、まあ、いや、あれさっきの、あ、そうそうそう、でこのヒーリングをされる人、はいはいはい、でヒー、あ、じゃない、ヒーリングをヒーリングをする人、はい、で宇宙のニアさんはされる人される人ね、で先ほど話を聞いてたら、皆さんも初めはされる人でありましたと。あ、そうでしたね、そうでした、うんね、でまあ縁があって、そのされる、まあ、する先生に誘われて、はい、勧められて、はい、でこれヒーラーさんでいいの、あ、はい、ヒーラーってなったのね、はいはい、する人はヒーラーさんでいいんだよね。そうですね、うん、ヒーラーさん
にこう転換する、うん、そうですね、このきっかけとか、はい、でそのまあ全然違うと思うわけ、うん、ね、うん、そう反対じゃない、反対の立ち位置になるじゃない、そのきっかけっていうか、うん、何がそう動かしたのかなと思ってさ、そうですね、うん、きっかけはなんとなく、あ、そうですね、あ、そうか、その時も、うん、まだシュガークラフトの教室とかをやってる時に、うん、なんかやっぱり今度また別のヒーリングの先生が、うんうん、セッションをそのお金いただいてちょっとやってみたらって言われて、うんうん、でその時は自分ではもう全くやる気なかったんですけど、うん、やりだしたらなんかあれみたいな感じで、なんかあれ私の道こっちだったのかなみたいな感じにちょっとなってきて、だから感覚ですかね、感覚で、うーん、で、まあ、少しずつやっていくうちにだんだんモチベーションが逆転したというか、うん、はい、そんな感じですね。じゃあ、うん、その感覚ね、うん、先ほども言いましたが直感力波動アッププログラム、あ、はいはいはい、ね、うんうん、まあ、直感で、何がいい悪いっていう理由はどうであれ、うん、これがいいやつさと、うん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 、あ、もう売りやすさ、これやすさって言って、うん、そうですね、やって判断して、直感で判断してなんか進んで、うん、行ったら今のこうなってますって感じ、うんうん、あ、そうですそうです、そんな感じです、うん、でこれは振り返ってみて、まあ振り返ってみてでもないんだけど、うん、まあ自分がこうやってるじゃない、はい、で周りにいろんな方々いるとして、うん、はい、まあ直感で動いたからこうなってるじゃない、あ、うん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 、ね、やっぱりまあ世の中はいろんな、はい、制限制約があって、あ、動きたくても動けないっていうところもあったり、そ う,、ね、うんうん、そういう方が多いですよね、動くに関しても何かしら理由、うん、理屈をちゃんと定義づけないとダメみたいな、うん、そういう世の中っちゃ世の、まあ、社会ってそんなもんなんですけど、うん、と思ってるんだけど、うん、それに関してなんですけどね、うん、じゃあわらばあった子供たち、はいはいはい、もう幼稚園生なんかは、うん、理由考えて、理由考えきれんさね、うん、あ、もうあれ、うん、あそこからジャンプしたいって言うから向こう登って、そうそうそう、危ないとこ登ったり、うん、して落ちて泣いてみたいな、うん、まあそういうやんちゃな感覚っていうかさ、 あ、でも大人だから節度あるちゃんとするよするけどね、まあそういうのも必要なのかなって今聞いてて思った。ああ、そうかもしれないですね、うん、私あんまり理性的に考えないと、うん、楽観的なんで楽観的楽観的なんで、適度な鈍感力が必要っていうね、かもしれないですね、もう考えすぎちゃうと ね、うん、うん、そうそうそう、多分わけわかんなくなるので、うんうん、ね、うん、でどうですか皆さんからこの宇宙の庭さんを見ると、うんうん、あ、宇宙の庭さんもいずれヒーラーの道に行くかなと私も実は思ってまして、うんうん、宇宙の庭だからね、名前に宇宙がついてます、宇宙、ね、宇宙、宇宙、うん、やっぱりね、あ、シンガーさんだから音楽、うん、あ、そうだよね、うん、音楽を生かしたヒーリングとか、うん、いいかなって思いますよ、それいいですね、うん、すごい、あなたのために歌いますせっつってからまあでも歌ってそういうもんよね、まあ、歌とか音楽とか ね、うん、歌自体もね、すごい癒し、うん、ヒーリング効果ね、うん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 、音楽、ライブ行ってわーってやって、うん、踊って歌ってて一緒にね、うん、アーティストとやってその一体感の中で、うん、なんていうのかな、まあスッキリ感があるじゃない、うん、ね、なんかちょっと、ね、デトックスしたかなみたいな、うん、ね、宇宙の庭さん、宇宙の庭さんはじゃあすごいんだね何かですか、すごい、私歌聞いたことあるんですけど、ね、すごい素敵なんですよ、あら、あら、ありがとうございます、ね、すごい、何歌ってみる今いいんですかとかっていやいやいや、ね、宇宙の庭さんは、うん、はい、もう宇宙の庭さんはっていうのを前宇宙の庭さんは、はい、こう日頃はシンガーとして、うん、歌っ子だった？そうですね、歌っ子ですね、歌っ子っていう風になんか自分では言ってるみたいだけど
皆さん、ね、我慢してね我慢してみたいだけど、はい、その歌っ子さんをやっていますと、はい、いう、まあ、日頃あるんだけどこういう、スピリチュアルな話っていうのかな、はい、こういうのはどういうふうに捉えているのかなと思って、ああ、うん、まあスピリチュアル、まあ、宇宙の岩さんだからねそうですね、うん、でも極力、うん、一時期やっぱすごくそっち系にガンって行った時もあるんですよ、うん、まあ年はいいかまあるんですけど、うん、今はもう極端にできるだけやっぱ現実社会をもう生きることに一生懸命にこうなろうとしてるって感じですかね、うん、一時期は本とかすっごい精神世界の本も読み漁ったりとか、うん、ヨガやったりとか瞑想とかもやって、まあ、瞑想たまに今でもやるんですけど、うん、極力なんかそっち行かないようにしてますね実は、うん、それはなぜですね、その心回りは何なのっていう、いやなんか結局、うん、結局ってあれなんですけど、自分の個人的なですか、個人的な捉え方だから、やっぱり、うん、現実を変えたいなって思いが強くなってきたというか、はい、そのやっぱ世のため人のために生きるっていう年取ってくると、うん、そうなってくると思うんですよみんな、うん、若い頃は自分のためになんか我欲で、うん、夢になりたいぜとかやるんですけど、うんうん、それでもうガンガンもうやっつけられてやっつけられたのねやっつけられて、うんうん、いや違うと、これじゃない、まあ、人によってあると思うんですけど運命があって多分、うん、それでガンって我欲でいっちゃう人もいると思うんですけど、私の場合はなんかもう全然それでうまくいかなくて、努力してる自分ではしてる割にはなんですけど、うんうん、で、あなんか違うなってなった時に、ああと、みんなが幸せになることをやることで私は多分なんかこう幸せになれるなっていうふうな思い始めて、やっぱりそうってなってくると、やっぱりこう弱者って言ったらあれですけど、うんうんうん、例えば子供に優しくしようとか老人に優しくしようみたいな感覚で、まあ、私の場合は、まあ、アトピーっていう経験があるんで、うんうん、そのアトピーの大変な方たちに何かこう情報を伝えたいっていう思いにちょっと変わってきたんですよね、うんうん、それでやっぱり現実で今できることっていうだけなんですけど、うんうん、今自分ができること何かなってなったら、もう今はこれしかないとか、うん、まあこれしかないって言い切るのもあれなんですけど、うんまあ、まあできる自分ができることだから、ね、はい、うん、もう直接面と向かってやれるっていうのがすごいありがたいことだなってすごい思って、うんうん、じゃあもうそっちにまずは一回シフトして、うん、もう行きましょうみたいな、うん、何聞かれたんでしたっけ、うん、ちょっとなんか熱くなりすぎてちょっと何言われてるのか、現実をやってそうですね、そういう不思議な世界には行かないように行かないようにと、そうですね、していると、はい、ね、その心変わりは何っていう話だったね、ちょっと若干ふわついちゃう気質があるんですよ、うんうん、夢見もうなんか妄想癖なんで、うん、結構あるんで、うんなんで極力やっぱりそうなんです、まさにその通りなんで、極力まあこういう夢もでっかくなりすぎちゃうんで、あんま語らないようにしてるんですけど、まあ極力まず足元まずは見て行きましょうねっていう、確かにね、自分の戒めですやっぱり現実社会でみんな必死に生きてるからね、ただまあ必死にかまあ、真面目にね、うん、みんなやってるので、ね、うん、まあ、適度なお休みもあるかもしれないけど、うん、まあ、基本的に真面目にやるでしょ、うんうん、でそれはみんな一緒だと思うんだよね、みんな一緒で、うん、で一方ではそのなんだろう、この現実社会だけをやればいいって話でもなくて、うん、どっか息抜き的なものもあるし、うん、でそうですね、うん、やっぱり自分の考え方とか性格とかまあ、あるのかな、自分の考え方っていうのもどんどん成長していかないといけないしね、うん、ですね、その物理的な肉体的な成長もあるけど、うん、で老いもあるけど、うんうん、で脳みそ頭の中は老いはないからねそうですね、そこだけはもう常に、うん、ね、どん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 アップグレードしたいな、うん、そうそうそう、みたいなアップグレードしていく、うん、ただ幼少の頃のあの頃の素朴な
思いというかさ、うん、それはなんかいつの間にかね、現実だけ見てたら忘れていくところがあるからさ、あ、うん、ありますね。それはやっぱり振り返っていきたいなとは思いますよね。同感です。それはね、でそういう時に、ね、そういう時にちょっとしたヒントでもいいから、そういう時にはどこに行った方がいいんですか。宇宙の皆さん、どこに行った方がいいと思いますか。ヴィーナスドロップです。はい、ありがとうございます。はい、よくできました。お待ちしています。褒められました。なんかツイキャスコメントが入ってるよ。アッキーがなんて書いてある。お兄様よりは、あ、お兄様には妄想塾じゃないと、あ、ありがとうございます。お墨付きそういう、そういう、そういう励まし方もあるのねっていう、ありがたい、いうことですね。うん、まあ、なんだろう、もういいかみたいな。ね、あと少ししかないんで、あと1分半しかありませんが、はい、どうですか。単なるユンタクでしたが。楽しかったです。楽しかったですね。もう、な、なに、100点満点の回答するね。楽しかったです。楽しいですね、まあ、足りないぐらい。まだ、まあ、ちょっと言い忘れたことある、大丈夫ね、大丈夫、連絡先とかはいい、あ、連絡先、ぜひぜひね、どうする、はい、ネットでやってくださいにする、うん、ネット、じゃあ電話番号だけ、はい、じゃあヴィーナスドロップ、はい、080-8554-8471 です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ブッシュランド、この番組の提供は元気な子豚を育てる赤峰ファームと、親切で親しみやすい相談者の味方、遠山隆義税理士事務所の提供でお送りいたしました。本日のゲストは、はい、こっち、宇宙の庭と、はい、ミナでした。お相手は平安信彦さんでしたよ。ではもう強引に終わります。バイバイ。という感じで終わりです。レースコア30秒前。大丈夫か。まあ、こんな感じでゆるく終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヴィーナスドロップ万歳。ありがとうございます。